ルビオ復帰について一言お願いします。もう怪我すんなよ。ただそれだけや。てか今のキャブズにルビオが加入するってやばくね？めちゃくちゃ強くない？大丈夫？ガーランドもさ、結構離脱しがちだけどさ、そんな時にとっておきのルビオさんっていうのが出てくるんでしょ？デレデデデデーっつって。これトップ3フィニッシュありそうだけどね、ルビオ戻ってくれば。まあどこまでちょっと落ちてんのかわからんけど。スーゾーピクロンさん、スパチャありがとうございます。ジュリアスも今年スタッツなかなかえぐくないですかって。最近ジュリアス・ランドル全然見てねえんだよな。ランドル良くない？なんか3めっちゃ入ってるイメージあるな。でも実際の確率はよう分かってない。全然調べてないわ。平均24点。あれ、3、そんなに33.8%だった。7.8本打って38%。あ、34%。フィールドゴール45%。普通じゃね？あ、でもなんかリバウンド増えてる。こんなに取ってたっけ、リバウンドって。それとブランソンの方がなんかエグい気がするけどね。ブランソンが340%も入るようになったの？そんな決めてたっけ、この人。去年37%か。今年40%。3%も上がったんだ。本数増えて上がるってやっぱ成長してる証拠だよな。2ポイントちょっと確率落ちてるんだね。ジュリアス・ランドルがどっか行った。いた。ああ、でもリバウンドそんなもんか。オフェンスリバウンドが増えてるんや。あ、3でも30%から34%になってる。去年ひどすぎじゃね？そっか、去年のジュリアス・ランドルめちゃくちゃひどかった年か。2年前だよな。MIP 取ったのは。41%あったのが30%まで下がって34%まで上がったんだ。いや、でもやっぱ2年前のランドルを知ってる人はまだまだ物足りないんじゃないか、これ。リバウンドも変わらんしな。あ、でもターンオーバー減ってる。ターンオーバー減ってるぞ、この人。アシストもめっちゃ減ってたわ。なんやねん。ブランソン来たからあれか、自分があんまアシストする必要がなくなったんかな、去年に比べて。それね、去年マジ地獄やったな、ジュリアス・ランドル。こんなね、すごいよね。MIP だったし、インプルーブの反対は何ですか？衰退？衰退って何？ディグリーズとか？ディグリーズって減少だっけ？衰退って何？英語で。ディクライン。おととし MIP で、去年 MDV やな。MDP か。MIP であり MDP。あんなにこんなあるんだね。成長具合がね。マジで。